今土山のサービスエリアにいます。今日は今から京都に向かいます。たい焼き食べます。いちいちこれ食べます、あれ食べます。カスタードボロボロ落ちてる。今日はですね、今から京都に行って博士太郎のコンサートに行きます。足の方はもうかなり良くなって、普通に歩く分には大丈夫なんだけど、こうちょっと折り曲げたり押したりするとちょっと痛いかなぐらいの状況です。なので前からチケットを取っていたコンサートに向かいたいと思います。京都で長男と合流するので、まーさんもいるんですけど、まーさんはコンサートには行かずに、長男とコンサートに行きます。その間まーさんは何をやっているかというと、何をやっていますか。何かな京都の街プラプラします。野外コンサートは雨天でもある程度雨がひどくなければやるみたいで、一応カッパも持参で来ました。京都の Vlog って言ってもコンサート会場は撮影できないと思うから、神社、そう、神社で上賀茂神社っていうところでやるので、博士太郎さん主催なのでいろんな方が出演するのでちょっと楽しみです。ということで京都に向かいます。ボロボロ落ちないように食べてる。絶対落ちてる、絶対落ちてるボロボロがカピカピになってクリームとかついてるシートベルトにシートベルトとかイメージダウン、イメージダウン、イメージダウン、ダウン、ダウン、転ばないようにしないと割れようにしない。そう、本当に私それ昨日思ったもん。お店があって一元さんお断り、そう博士太郎にね、その辺で庶民的？庶民的。でも美味しく食べれる人食いしん坊の塊食いしん坊の人の口ってあるよねたくさん美味しく食べられることはいいこと。音楽最高だしさ、トーク面白いし、高田真由子さんも幸せだ。幸せはね、幸せを引き寄せるんだよ。こんな感じです。いいね、うん、あ飲みたい、ビール飲みたいけど飲めない別に先生は飲んでもいいよって言ったよ、ちょっとなら飲んでもいいよって言いたくなるでしょ。ずっと飲んでないじゃん。ずっと飲んでない。お風呂もシャワーだけじゃん、うん、今日はちょっとだけ大浴場に行ってみる。行ってまあ足はね、うん、もうだいぶ普通に歩ける、うん、押したりとか、うん、こうギュッて曲げたりしなければ、うん、普通な感じになってる、うん、引きずってるよちょっとね、ちょっとなんかよく、うん、でもまあまあ なるちょっとなんかカバーしちゃうよね、うんうん、だってあれぐるぐる巻いてる人だって。そう、テーピングして、うん、この紐をギュッて結んで、うん、中でパカパカならないように、あ、パカパカになるとパカパカなるとこうやっぱり負担かかる。あ、そういうことね。今からご飯に行ってきます。じゃあご飯行きましょう。はい。チーズ乾杯。はい。じゃあ一緒です。どうも。はい。マスタイルとかですか、ね。
だから、スピリットと濃厚なし、ネズロロックにすみません。おいしい。スタッフのカード持ってちょっと綺麗系の人がいて、多分私だけここ見てた。雨も全然降らなかったし、ね、カーキーのセットアップ。じゃあ高山よこちゃんの部屋だね。カーキーのセットアップ着ないから。じゃあ違うかな。これね、言ってみて。よくこうじーっとスタッフとして見てた。じゃあ高山よこちゃん。どうでした？めっちゃ気持ちよかった。ついてた？初め入った時に一人だけ で、うん、で源泉湯みたいなところ入って、うん、そしたらさ、すごいいっぱい人が入ってきて、うん、洗うところがもうなかったから、うん、立って洗うところで洗った。あれラウンジ行った？行ったよラウンジ。ビール飲んだ。そしたらさ、ビールがタダだったよ。タダだね。オレンジジュースをゴクゴク飲んで、おじいちゃんがいた。めっちゃ広いラウンジだったね。めっちゃ広いね。でおじいちゃん一人でポツンっておばあちゃん待ってた。マッサージチェアだと思った。あれね、マッサージチェアじゃなかった。でもテレビついてね、一台一台ね。一回こう座ってマッサージだと思って、座ったらマッサージじゃなくて、なんだと思ってすぐ立って帰ってきた。でジュース飲み放題で、ジュース飲み放題で、うん、お菓子もなんかちょっとしたのがあって、あのフロントの横にアイスもあったね。あった。ドーミーンのさ、うん、よくあるアイス、知ってる、棒アイスみたいなやつ。これ持ってきたよ。あれ持ってきていいの？持ってきていいよ。だって部屋で食べてくださいって書いてあるじゃん。そう、浴槽内で食べてください。は？部屋だよ。あ、そうなんだ。お部屋で食べてくださいって。食べた？食べたよ、お部屋で。あ、コーラ？そう、多分ソーダとコーラ。なんか色がチョコレートだった。小豆かなとか思って、うん、浴槽内で食べたらダメでしょ。でお風呂出た後にあそこのスペースで食べなきゃいけないのかな、持って帰ってきちゃいけないのかな、ね、そんなわけないで、よく読んでくださいよ。あそこお部屋に戻って食べてくださいって書いてあったよ。ギャッ。あー疲れた。今からさ、高田真由子さんのインスタでも見ようかなと思って。ああ、ちょっと見てみ。それで、うん、洋服が同じの今日載ってたな。あれ絶対高田真由子さんだって。うん、もうそれどうしても確認したい。あ、じゃあ確認してください。じゃあおやすみなさい。はい、おやすみなさい。うわ今日いい天気だね。うわ暑っ。今日は天気が良すぎる。今チェックアウトを済ませました。散歩に行きたいと思います。すごく綺麗。来た時の思い出がもう全然ない。大阪の人は遠足で嵐山来るんだ。40年前ぐらい、50年前ぐらいじゃん。50年じゃないか。渡月橋。この音がね。ね。京都の殺人事件とさ、よくやるじゃんね。そう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 。内藤さん出てきたよ。さあ、雪丸さんはどこにいるんでしょう。
すぐ分かるっていうの。もう結構歩いてね。もでもお肉でしょ。お肉あこれ違うステーキの方。これ見てレアな感じ。すごい大きいマンゴー。美味しそう。キャー天龍寺パフェ美味しそう。最高だね。今年初じゃないかき氷。長男とまた合流してお昼ご飯を食べてそれで帰りたいと思います。長男と合流して今無印のカフェでご飯食べます。無印のカフェでご飯食べるの初めてだね。なんかちょっとヘルシーな感じ。ヘルシーというか体に良さそう。どうですか。うん、美味しい。美味しい。美味しい。